作戦は成功でしたね。適応型兵器は破壊され、敵支配地域への侵入経路が確保されました。ナインエス。はい。ありがとう。最後に、私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい。その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから。多分、あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶は、あなたと合流する直前までしか残っていません。そう。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。西暦5012年、人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略、異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明は壊滅。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年、衛星軌道上に敷設された基地群より、アンドロイドを使った反攻作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお、決定的な打撃を与えるには至っていない。この膠着状態に陥った戦況を打破するために、君たち、ヨルハ部隊は存在するのだ。最終決戦兵器としての、役割を果たしてほしい。はっ、承知しております。健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。調整お願いします。これで問題ありませんか？ありがとうございます。これでオプションの設定は完了です。あれ、自爆許可の項目が消えてる。ちょっと待ってください。すぐに復元できるので。
僕が設定してもいいんですが、一応規則なので 2B さんが設定してくださいね。 OK です。いざという時は身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。設定が終わったらこの画面を終了してください。おはようございます。ナインエス。司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう、心配はいりませんよ。僕たち 9S モデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。 9S。 え、何でしょう。継承はいらない。え、私の名前に3はつけなくていい。あ、はい、わかりました。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。 2B さん、あ、いや 2B。 データをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。メンテナンスは終わったのか。はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅、あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し情報収集をしてくれ。あれ、レジスタンスとの連絡役には別のユルハブ隊員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。で移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いからあんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。この先が格納庫ですね。行きましょう。
のキャンプよりちょっと離れた場所なんですが、敵への情報漏洩を防止するためなので我慢してください。了解、頑張ってくださいね。目標地点を確認。マップにマーク。推奨。目標地点への移動。この付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。バンカーよりマップデータを入手。システムメニュー上で表示可能。マップデータですか。衛星から取得できる解像度が荒くて、あまり正確な形状が把握できないんですよね。新しい衛星が配備されるといいんですけど。大体わかればいい。意外とたくましいですね、トゥビーは。反応終了。報告終了。レジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。
前たちは。ミゴ、あれ、トゥービーのことを知ってるんですか？いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。情報を入手。マップにマーク。ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター6および 2B さんへ。定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？いえいえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかななんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。スービーさんらしいですね。それではまた。
キアさんが言ってたのはこの辺りですが、機械生命体を確認、しかも適正反応が。